新しく後から入った人たちって完成したものだけを見てるから、あ、この人たちってもともとすごいんだなとか、あ、先輩ってうまいよねみたいな感じになっちゃうわけ。そういうグループいっぱいあるんですよ。だから後から入った子たちって先輩と同じ量が頑張ればいいと思っちゃう、ね、でも先輩たちはその前に死ぬほど頑張ってきてるんですよ。だから今余裕があるの。だから今少し抜いてもリハーサルができるんだけど、だからといってみんなが少し抜いてもいい作品ができるわけでは絶対ないから、ね、そこだけは忘れないでほしい。この人たちがなんで輝いてるのかなっていうのをちゃんと自分の目で見て自分で吸収する能力を持たないと、うん、これから絶対輝いていけないから。男性に関しましてはちょっと後ほどご紹介させていただきますが、シットキングスの庄司さんにつけていただいています。はい、それでは改めまして、シットキングスの庄司と言います。よろしくお願いします。今回この曲はやっぱり松井樹里奈さんにとって最後のシングルっていうのもあるので、彼女のこうパフォーマンス的な良さとかそういうのをもう全て出せるように、やっぱり最後の挨拶になるようにっていう思いを込めてなんだけど、それの中にも動きでちょっとこうバイバイのお別れの挨拶が入っていたりとか、でもなんかそれもこうあんまり悲しくならないように笑顔でできるような振り付けにして、ファンの皆さんへのありがとうとさようならというか挨拶をできるような振り付けを作りたいなと思って、そういう風に作品を作りました。なるほどね。他のとこと、差別化したい。そのすごくこう彼女からのなんて言うんだろうな、こういう風にしてほしい、こういう風にしたいみたいな思いがものすごいやっぱりポジティブなものだなと思ったし、より良い作品を届けるためにどうしようっていうのをすごい考えてるんだろうなっていうのをリハーサル中も思ったんで、もう言われた瞬間に、あ、もうそこ直そう、そこかよっていう風にすごく素直に思える意見だなと思いましたね。先生が毎回終わったら、いいよ、いいよって言って励ましてくださるので、すごい踊っていて気持ちよくなるので、もっと本当に良くなれるように頑張りたいと思います。いいね、いいね、いいね、いいと思う、いいと思う、いいと思う。いい、すごくいい。めっちゃ良かったじゃん今。めっちゃ見てた今。めっちゃ良かったよ。見るよりないよね今。うわってなったの後ろで。もう一回だけやらせて。めっちゃ良かった。もともと元気なタイプではあるんですけど、一緒にリハーサルをしててもメンバーのみんなからエネルギーをもらってる感じがします。もうね、日本中にみんなが素晴らしいんだってことを知ってほしい。って思ってる。俺はみんなとこうやって出会うまでみんながこんなに素晴らしいんだっていうことを知らなかった人です。すごい自分がもったいないなって思ってる今。こうやってみんなと一緒にいてみんなが素晴らしいって見えてるから、だからこそ今回のこの PV はジュリナさんの最後だっていうのはもちろんそうなんだけど、やっぱりファンの人が見て、そしてファンじゃない人たちが見た時にこれからもっとすごくなるんじゃないかなっていうワクワク感がないと悔しい。みんなで一緒に見てる人たちをワクワクさせるんだっていう思いで一つになった作品を作りたいです。誰も一人として欠けていい人いないんだから。先生が最高すぎる。後輩たちのなんか生き方すら変えてくれると思うというか、後輩たちに何回言っても伝わらなかったものとか伝えきれなかったものがたくさんあったんですけど、それを全部温かく伝えてくれて、もうなんかもう本当に幸せです。嬉しかった。みんなには一人一人が主役になってほしいなって思うんで、そのためにみんなが努力するのが大切だと思うんですけど、ただ黙々と努力するって辛いし、だからなんかやっぱりせっかく仲間がいてみんなでこう一緒にやっていけるグループだと思うんで、なんかみんなで一緒に盛り上がってみんなで一緒に笑顔で努力するっていう、なんかそういう空気作りはなんかみんなで一緒に作れたんじゃないかなっていう気がしてます。はじけて、はじけて元気にいきたいなと思います。けど振りとかね、そういうのできるだけ、特に
ここら辺のターンする時の手の振りしっかりしていくとすごい綺麗に映ります。はい、そこら辺注意しながら行きましょう。よろしくお願いします。